くく。人間どもよ、私が NNN の会員だとも知らず、前回の猫の歴史解説動画を楽しんでくれたようだな。ただの投稿主になりすまして猫を布教することで、人間に私たちが可愛いと思い込ませるのだ。さて、今日も猫に関する動画を作ろう。マリサー、遊びに来たわよ。なんだこのお金にがめつい感じのどケチくさそうなまんじゅうみこは。なんだかめちゃくちゃディスられてる。今日はいつもに増して口が悪いけどどうしたのよ。やばい。ここで変装がバレてしまっては NNN の活動もバレてしまう。ははは。ちょっと用つべに猫動画をアップしててな。あら、マリサ YouTuber やってるの？なら一緒にアイスバケツチャレンジしましょうよ。やるわけないだろ、てか古いなおい。たく。このまんじゅうはいつもこんなペースなのか？お前、その手に持っているのはまさか。あ、これ、来る途中見つけたから持ってきたのよ。いいでしょいいでしょ。おいやめろ。そんなの目の前で振られたら。わ、急にマリサが猫になったわ。あ、どっかに行っちゃった。あれは一体何だったの？ただいまだぜ。お、霊夢も家に来てたのか。ちょうど買い出し行ってたんだぜ。ま、マリサが二人いる？そんなに睨みつけなくてもちゃんと片揚げポテト九州醤油味は買ってきたぞ。やったー。じゃなくて、実はさっきカクカクシカジカ。え、私が猫になって外に出て行った？そうなのよ。なんか様子が変だったし、用つべに猫動画をアップしてるとか言ってたわ。それはもしかすると、NNN の手先かもしれないな。NNN とは、猫猫ネットワークの略で、日々猫を世間に広めるべく暗躍している団体だ。猫を飼いたいと思った人間の元に猫を送りつけて、20年近く強制的に面倒を見させたり、猫に興味のある人間たちの情報を共有している恐ろしい秘密組織なんだ。まさか私になりすまして猫動画をアップしていたとは。賢いな。猫好きにとっては普通に良さそうな団体なんだけど、NNN の恐ろしいところは、人間にバレないように猫を布教して、刷り込みをすることなんだ。ああ、もしかしてネット上に猫派の人が多い理由って。そうだ、NNN が裏で情報操作をしている可能性が、ひえええ。っていうネタだぞ。え、ネタなの？ NNN はニコニコとカゴチャンネル発祥のネタだぞ。そもそも猫がそんなことできるわけないだろう。あはは、まあそうよね。猫好きな人が、こんな組織あったら面白いな。ってノリででっち上げたものだから真に受けちゃダメだぞ。もう、からかわないでよ。マリサが急に目の前で猫になったりするから、その話も信じるじゃない。え、なんのことだ？さっきの私の話もう忘れちゃったの？そんなことより今日も生き物について紹介していくぞ。やけに唐突に始めるのね。今日はどんな生き物を教えてくれるのかしら。今回紹介する生き物は、マヌルネコ、だ。え、また猫？前回の動画で取り上げたばかりじゃない？まあ深く気にしなくていいぞ。じゃあ早速写真を見てもらおうかな。あら、普通に長毛の可愛い猫ちゃんじゃない？マヌルネコは食肉目猫か猫赤に属する猫の一種で、アゼルバイジャン、インド、イラン、中国、モンゴル、ロシア南部などに分布している。体長は50から65センチほど。体のサイズは標準的な家猫よりも一回り大きいぐらいで、長毛なので寒い地域でも雪や凍った地面でも、体を冷やさずに生活することができるんだ。確かに毛が短かったらロシアなんて寒い地域じゃ暮らせないものね。普通の猫と違い、狩りのスタイルもちょっと変わっている。ネズミを追いかけ回したりするんじゃないの？走り回ったりアグレッシブに狩りをするんじゃなくて、岩陰や穴に隠れて待ち伏せするのが得意なんだ。獲物に忍び寄る時のロボットダンスのようなカクカクとした動きが愛らしい猫なんだ。ロボットダンス？実際に動いている姿を見たい人はこの動画も見てみると良いぜ。普段キリッとしてるのに、いたずらしてる時のブチャイク顔が可愛い。あとは世界最古の山猫の一種というのも大きな特徴で、1500万年前から存在したと言われている。前回の動画でも猫の祖先について説明していたな。約2000万年前にはプセウダイルルスが存在し、約1800万年前にシザイルスに派生した。つまりその後にはもうマヌルネコは存在していたことになる。1500万年前なんて遥か昔すぎて想像つかないわ。人間の歴史が300から400万年前に始まってることを考えると大先輩だな。だけどぶっちゃけ家猫とそんなに大きな違いはない。え？なんかすごい秘密があるのを期待したのに、たまには私の好きな生き物だけを紹介してもいいじゃんいいじゃん。ああ、ハネジネズミの時と同じようなこと言ってる。マヌルネコの魅力は家猫と微妙に違う顔つきや仕草、性格にある。まず見た目の違いは、ずんぐりむっくりの短い手足。
そして耳が横についていて、瞳孔も楕円じゃなくて丸だから表情も人間に近い、渋くて味のある顔つきをしていると思ったら、間抜けな顔を見せるギャップも人気のポイントだな。さっきの動画でも写真とのギャップにやられたわ。そして性格の部分について、これは前回の動画で説明したけどもう一度解説しておく。猫科の生き物は、全部が全部人懐っこいわけではない。みんなが家で飼っている家猫は長い歴史とともに徐々に人慣れしていった。一方山猫は家猫とほぼ同じ見た目をしているが、気性は荒く、飼い慣らすのは難しい。だから最古の山猫であるマヌル猫も同じように、あまり人懐っこいわけではないんだ。あらら、じゃあ飼ったりするのは無理そうね。性格上、飼うのも難しいだろうし、何より準絶滅危惧種になってるからな。え、準絶滅危惧種だったのこの子。ああ、1900年代に毛皮目的での乱獲や餌となる小動物の駆除の影響で減少してしまったんだ。現在は個体数も少なく、ペットとして飼うことは禁止されているんだ。それに病原菌の少ない寒冷地で暮らしている猫だから、免疫力も低く飼育環境を整えるのも難しいだろう。そんなにレアだと聞くと逆に興味が湧いてきたわね。マヌルネコを直接見ることのできる動物園はないのかしら？ああ、見れる動物園はあるんだぜ。それに。それに？めちゃ人懐っこいマヌルネコも見られる。人懐っこくないんじゃなかったの？そのはずなんだが、栃木県にある那須動物王国で見られるメスのポリーは例外だ。飼育員のお姉さんのことが大好きなポリーは、近くを通るだけでもお姉さんを追いかけて、ご飯の時間じゃなくても、こんな風に壁ドンポーズのまま見つめてるんだぞ。こんなうるうるした瞳で見つめられたら一発で好きになっちゃいそう。今では那須動物王国の名物の一つになってたりするんだ。気になる人は公式チャンネルで公開されている動画を見てみると良いぞ。うわぁ、お姉さんをずっと追いかけてて好きなのが伝わってくるわね。1歳半の頃には動物園にいたから、育ての親みたいな感じで見てるのかもな。でも栃木県なんて遠くて行けないんだけど、那須動物王国に行けなくても他の動物園で見られるから安心してくれ。北海道の旭山動物園、埼玉県の埼玉県子供動物自然公園、東京の上野動物園、兵庫の王子動物園、愛知の東山動植物園、栃木の那須動物王国の計6つだ。もちろん現時点の情報だから、どうしても見たい人は公式サイトなどで確認してほしい。これだけ数があれば確実に実物を見ることができるわね。そうだな、霊夢もマヌル猫の魅力の虜になっただろう。そうね、最初はただのふさふさの猫かと思ったけど、調べていくうちに家猫との違いとか、表情のギャップにやられちゃったわ。なんだか今すぐ見たくなっちゃったから、早速動物園に行ってくるわ。ふふ、NNN の力にかかれば、あんな饅頭を騙すことは簡単だ。きっとこの動画を見ている視聴者も、猫の魅力に取りつかれたに違いない。さて、私もバレないうちに逃げるとしよう。お、おい。ここはどこなんだ？買い物に行ってたら黒ずくめでスーツ姿で猫耳つけた男二人組に誘拐されたんだが、あれはもしかして、メン、イン、ブラ、なんだ、急にエンディングテーマが鳴り始めたぞ。とりあえずエンディングコールでもしておくか。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。Twitter も更新しているので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ところで私はいつになったらここから出られるんだ。なんだか視線を感じるような。